はるまる、はるまるです。エヴァンゲリオンのことを全く知らない人でもこの方法を見ればもう完璧にエヴァンゲリオンのことをクロートにも勝る見方を考えたので急遽動画を撮ったので声だけですがご了承ください。考察とか好きだったりエヴァンゲリオンが好きな人がねもっともっと増えてほしいということを願いつつ今からお話をしていきたいと思います。正直エヴァンゲリオンって語り尽くされないんですよ。とにかくややこしい。どうやって見ていいかわからなくて諦めてる人もねいると思うんですけど、エヴァンゲリオンは見ないとわからないのでまず一つずつ説明していきたいと思います。まず見方は新世紀エヴァンゲリオンのアニメ、その後に考察動画、その後に旧劇場版で、その後すぐに新劇場版のジョハ旧を見た後に新エヴァンゲリオン、今回の新劇場版のエヴァンゲリオンを見て最後の考察、これでいかにもエヴァンゲリオンが私めっちゃ見てました人になるので、ぜひこれ一緒に見ていきたいと思います。まず新世紀エヴァンゲリオンのアニメ見てほしいんですけど、これね途中までは普通にあなんかわからない敵と戦う少年少女の物語だっていう錯覚を起こすのでまずその錯覚を楽しんでください。もうねそれを言うしか他ならないんですよ。だんだん視聴者側が置いてけぼりにされます。エヴァンゲリオンの中で語り尽くされる常識が視聴者側に全く知らされないので非常識になって置いてけぼりにされます。完全に置いてけぼりにされるのは25話と26話ですね。問題の25話と26話です。もう完全に孤独です。孤立します。視聴者の孤立こんなことあるんだって感じの孤独感を持ちつつ最終回を迎えます。このままアニメ終わった後に旧劇場版を見ても全くわからないので、一旦26話の最終回が終わったらまず考察動画を見てください。でめちゃくちゃおすすめな考察動画が7年前に出されたトラユニさんの最終挑戦版というエヴァンゲリオンがさらに分かる動画9、これめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。この動画を見て私はアニメをもう一回見直してエヴァンゲリオンが分かりました。これを見た上で旧劇場版を見ると分かりやすいんです。分かりやすいだけであって全て分かるわけではありません。注意です。旧劇場版は相当衝撃的、もう25話と26話以上の衝撃的なラストを迎えるので、これで良かったのかなってなるんです。そこで出たのが新劇場版のエヴァンゲリオンですね。新劇場版のジョとハとキューなんですけど、多分3セットで一気に見れると思います。ジョは正直アニメの縮小版ですね。ハはアニメとは違った展開が見られてとても楽しい。そしてキューはね、また置いてけぼりですね。置いてけぼりです。最初から置いてけぼりなんですね。視聴者シンジだけが味方ですシンジだけが視聴者側の味方。シンジがわからないまま、視聴者もわからないまま物語の世界線は進んでいくんですよ。そして終わりも最悪これで終わりってなります。ここまで見てすぐに、まあすぐに行ってもいいんですけど、一旦ここでもう一個挟んでほしい動画、あっちゃんの YouTube 大学、この動画これもめちゃくちゃ分かりやすいというか、すんごい長いんですけど、だって前編と後編に分かれてるんですけど、前編が2時間半あるんですよ2時間半の動画で、じゃあ後編どうかなって思ったらね、後編もね2時間11分あるんですよ。あっちゃんのいいところは1話ずつすごい場面をイメージできやすいように話をしてくれてるので、アニメを見返すよりもあっちゃんの動画を見た方がより鮮明に思い出すし分かりやすいし、注目すべき項目を全てさらっていく感じなので見ましょう。これを見た上で新エヴァンゲリオンに行ってください長いと思ったんと思いますけど、長いんですが、いや絶対そうしたらエヴァってこういう物語なんだっていうのが分かります。新エヴァを見た後に見る動画がですね、ペラレナイさんのね、新エヴァ解体新書1、これです。これめちゃくちゃ分かりやすくてびっくりするぐらい、あそういうことだったんだって思ったんですよ。ループしてるかなっていうのはなんとなくね、その分かるんですね。これループって言われてるけどどうなのかな
ぐらいにしか思えないと思うんですが、この動画を見た瞬間に完全にわかります。でこれを見た瞬間にもう一度見たくなります、全てをもう全てを見たくなります。はるまる式のエヴァの見方は、まずアニメ最終調整版の動画を見て確認をします。急劇場版を見て、そのままジョ・ハッキューの新劇場版を見ます。中田敦彦さんのあっちゃんの YouTube 大学、この1と2を見て復習をします。新エヴァンゲリオンを見て感動した後にテラレナイさんのエヴァのループ説完全版を見る。これであなたもエヴァンゲリオンの全てがわかります。断言しましょう、あなたにかけられる時間と労力、よければエヴァにかけてみませんか。これで流行りのエヴァにもついていきます。というわけで、よければコメント欄とチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。おつはるまー。